今回はあの世で反省会じゃ子供たちよに対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。ではこれより反省会をするのじゃ。まずはフリーダムキラーわらとか言ってたら無傷でコテンパンにされた子供たち4人から前へ。鎮痛な面持ちでうつむいている4名。ニッコニコで見物している人。後方で腕組みしてご満悦顔の議長。真の後方理解者顔して腕組みしている霊。やはり私のキラこそがナンバーワン。真の心に寄り添っているので不在なステラ、マユ。不在者だらけじゃねえか。まずスレガが自分の人格から反省すべきなのでは。わらわの計画は完璧だったので反省すべき点はない。格でうやむやにせずに、きっちりキラたち始末してから格飛ばせばよかったのでは。普通死ぬじゃろ。相手はあのキラヤマトとアークエンジェルだぞ。アスラン、ザラがすべて悪いのじゃ。アスランをノーマークだったお前が悪いよ。せめてアスランがどこにいるのか確認してから実行するべきだった。本当なんでアスランに最強認定出してるのに所在の追跡を怠ったんです。こちらとてジャスティスないし、不審なザクモク劇情報は収集してたんじゃ。何じゃあのずんぐりむっくりのガニ股。コンパスでさえ妖怪ケルピーが噂になってるんだからそっちはもっと気にしろよ。あの噂アスランのことだったのか。やだよあんな真っ赤なケルピー。あの船を本当に撃墜したいのなら核ではなく戦艦や MS で直接攻撃するべきですよ。さすがノイマンを混乱させた砲撃を行っただけある。ノイマンに間に合わないと言わせた男だ。説得力が違う。よう考えるとノイマンが回避不可能な砲撃ぶっ放したあんたすごかったんだなって。あんたほどの人がいるならそうなんだろうな。そもそも人の心に別の人間がいるとかわかりませんよ母上。どう？人の心にずけずけ入り込んだことはまあともかく、そこはマジで同情する。あそこかなりゼータとかの質感だったもん。ステラが芯を守った以上に仲間の死を受信して取り乱したのが敗因だと思うので、やっぱりそう作ったあなたが悪いと思います。わらわはゼータ見たのじゃ。あの手の能力は仲間が死んだら覚醒するはずなのじゃ。あんたら神優の理不尽に起こる前世と人の死を痛む優しさの1ミクロンパーセントでも持ち合わせちゃおらんやろうがい。ではハレンチな妄想で動揺した修羅は前へ。アスラン対策をしていなかったそちらの落ち度では。申し訳ありません。しかしながら母上、決闘の最中にいきなり相手が自分のところのトップが裸でキスを迫るビジョンを叩きつけてきたら多かれ少なかれ動揺はしてしまうものかと。戦場で決闘なんてしゃれ込んでんじゃねえこのバカ野郎。少なからず同情はするが、お前はお前であそこが戦場であることを正しく認識しとけ。修羅はまだしも、他のバカ4人はやっぱり敗北経験皆無なのがダメだったように思う。結果があのド満身ムーブからのチーカワかよ。ブラックナイトの4人は、相手の心の中に別人がいるかもしれない運転、デスティニーの残像に別の MS が紛れてるかもしれない運転、この2つができなかったのがダメだった。すいません後者はともかく。前者に関しては神のメタル我々視聴者も予測ほぼ不可能だと思うんですよ。中堅捨てこうとか誰が予想できるんだよ。デスティニーが分身するかもしれない。分身したデスティニーの後ろから別の MS が突っ込んでくるかもしれない。乗ってる人の精神に想像もつかないものが住んでいるかもしれない。乗ってる人がエッチなこと考えたかもしれない。乗ってる人が操作してないかもしれない。変な MS の中にジャスティスがいるかもしれない。ジャスティスの頭に歯が追加されてるかもしれない。傲慢な追加パックが開発されてるかもしれない。愛は強いかもしれない。レクイエムが避けられるかもしれない。レクイエムが跳ね返されるかもしれない。やっぱ現場での経験値は大事だな。このうち一つ二つで動揺してたらこの映画をあの世で鑑賞するときショック死しかねないぞ。人生11周したってそんなとち狂った経験積めねえよ。もしやわらわたちは何も悪くないのでは。
やったこととやろうとしたことが悪かったので論外ですね。根本的なとこ言うと所領のやらかし具合に対して力が足りてないっすね。軍勢が少なすぎる。いや、機関艦隊や別動艦隊やザクとクーデター部隊用意したり、数字上の戦力は割と揃えてはいた。ミレニアムは機関艦隊、シンが別動艦隊ぶっ潰したけど、とりあえず3バカ級を量産してなかったのが悪い。あれを1ダースにあった機体とセットで突っ込むだけでよかったのに。ブラックナイトは十分3バカ級はあったと思うよ。人数が足りてなかったな無情。あの議長が勝てなかった相手という認識が足りてなかった。数的有利や機体性能差程度で勝てや苦労しない。結局相手舐めてたのが悪かったんじゃないすかね。過去の強敵たち見てみろよ。念入りに準備してるぞ。その上で負けたけど、キラとアークエンジェルクルー殺し損ねた時点で割と積んでた感あるので、全員頭現場猫だったのが悪い。わずか数分で核ミサイルの範囲外から全員脱出できる方がおかしい。宇宙に上がったんで遺体の確認ができなかったのが甘いと言われたらそう。キラやシンが生き残ってる矢印アウト、アークエンジェルクルーも生き残ってる矢印アウト、アスランを野放しにする矢印アウトに決まってんだろボケ。ブーム、レクイエムをあと10問くらい用意しとくべきだったかの。10連装レクイエム砲作れれば勝ちだが、完成する前に殺気されて終わるわ。まとめると、わらわたちは悪くない、悪いのはアスランザラとノイマン、オーブは闇の組織、こうじゃな。反省いずこ。あの世界は基本的に本気のアスランザラが敵に回る時点で複数の意味で悪いんですよ。一番下だけは否定できない。とりあえず母上も反省するべきではありませんか。わらわのどこに反省すべき点があるのじゃ。そんなこという役割はオルフェにはない。つまりこの男はオルフェとして失敗作じゃ。そういうところだぞ敗因。死んでも治らない愚か者がいるとはね。本来統治者担当ラクスがいない時点で失敗なんだよ。ぶっちゃけアウラは輝りできるんなら、ラクスを回収するんじゃなくて次世代にもう一回アコード全員作り直すとかした方が確実だったのでは。それまで人類が残ってるかはわからんが。あれ？でももしかしてわらわ生きてる可能性ある？レンジュミオンの鷹の剣があるし、ワンちゃんあるじゃろ。残念ながら普通に流血してたプラスブリッジ爆散に加え、ノーマルスーツすら着用していなかったので罪ですね。そもそもあんたがクローンやスペアだったりする可能性もある。シュレディンガーのアウラ状態。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。